すいません、ありがとうございます。ペンギンズのぼうです。今日の企画はこちらです。サカちゃんステージインタビュー。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。サカちゃんステージ再生の絆でアクション監督、そして縦指導を行っている中村誠二郎さんです。よろしくお願いします。今回、はい、出演は、出演もします。え、まだ役名がまだ発表できてないんです。だって前回僕あれですもん、七英雄の方を見させていただいてるんで。ワークナス、ワークナス、わー最初はそのロマサガ3の舞台に初めて参加させていただいたんですけど、うん、ロマサガって知ってるって言われて、おー、ロマサガ舞台化の話来てんだけど絶対出ますって早っ。もう役名、しかも役名聞いてミカエルって聞いて、あ、もう100出るっつって、あもう即答で、即答でしたね。あ、じゃあもともと、じゃあそのサガジシリーズっていうのはお好きというか。もうめちゃくちゃ好きです。ロマサガ2を特にやってたんですけど、3もやったんですけど、2はもう7回ぐらいクリアしてますね。7周ぐらいしてます。あ、衣装すごいじゃないですか。再現度というか、合成で自分用に採寸で合わせてくれて、ほうほうほう。でもうだからその時からずっとテンション上がりっぱなしです。あ、そうですよね。そっか、うわ、ミカエルやんと思う。ミカエルやん。西言葉。あ、西ですね。めちゃめちゃ福岡なんで。あ、福岡なんですね。でも出演者いっぱいいたんですけど、はい、僕だけハードユーザーだったんで、お、ちょ、僕だけちょっと、いや、違うテンション。そうです、だからその大変ですよね。ミカエルになりきんなきゃいけないけど、内心嬉しさがちょっと出てる。若干出ちゃう。ちょっと変なミカエル。なかなかそんなミカエルね、見ないですもんね。ちょっとこのシュッとね、クールなイメージがね。それが多分原因か分かんないですけど、ひらめきシーンに繋がったのかなと。あ、なるほど。僕が好き勝手やってたら、うん、演出家の人が、そう、面白いね。で、だんだん僕が技名を間違えてやるみたいな感じで、へしたらまさかの、あの七英雄でも入れてくださって、はぁ、次のサガザステージでひらめきシーン入るかどうかは、うんうん、まだ僕知らないんですけど、うんうんうん、入ってるといいなと思ってます。いや、あるでしょ。僕もだって前回の七英雄の期間ではやっぱりひらめきのシーンは、そんなんだろう、なんかプレイヤーがそのね、うわぁ電球だみたいな。もともと運動神経はいい方だ。運動神経はそうですね、ずば抜けてよかったです。自分でやっぱあんま言えないですよ、そんなに。自信満々に。相当良かったでしょうね。相当良かったです。もう引かないもん、どんだけ言っても。もう天才的だったんですね。天才的です。引かないんだよな、全然。何でもできます。何でもできる。すごっ。途中でちょっと、はい、あのバンドを12年間やってたんですけど、うんうんうん、ミュージカルとかも出させて、でも歌は別に僕そんな突出してうまいわけじゃないんですよ。あ、中の上ぐらいです。なんかちょっとうまいな。客観視してみて、監視して、はい、その僕は 歌だけでは通用しないとはもう分かってます。で、アクションセンスは抜群です。いや、もうでも楽しかったです。そのやっぱロマサガのアクション、はいはいはい、他の舞台でも振り付けとかやらせていただいてるんですけど、はいはい、特にやっぱ楽しかったですね。陣形とかを組み込んだりして、はぁ、オタクなんで勝手にインペリアルクロスをオープニングで入れたりとか、はいはい、やっぱ最初のジェラールとかは、はいはいはい、インペリアルクロスが一番最初に来るじゃないですか、はいはいはい、だから次でも結構陣形とかあったらやりたいなと、うんうん、勝手に入れたいなと思って。それだから理由になんで、しかも、はあはあ、だから新速陣とかも入れる。おー、はい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 。点点。あー、ゲームユーザーの心境が分かるんで、うん、あ、クソ来たかっていうふうに思わせたいなっていうのはありますね、うんうんうん、普通に理由にを知らない、ロマサガを知らないお客さんにも、ゲームユーザーの方にも納得してもらわなきゃいけないので、うんうんうん、だからそこは変わらず、あの難しそうだなと思ってます。
なんかそこその剣技とかだったらこういう動きかなみたいなのがなんか今までのねアクションの知識でちょっとこんな感じになって浮かびやすいのかなとか思うんですけど、術とかだと大変じゃないですか。で照明さんと話して照明をうまく使ったりとか、はいはい、色を変えてとかってことですね。だからそれこそあの牧音みたいじゃないですか。牧音の時はヨーヨーのチャンピオンだったんで、あの元々役者さんが世界チャンピオンだったんでヨーヨーを使った盾にしたんですよ。すげえ。だからあれはすごい楽しかったなと思って。そうだからその辺とかがどう表現されるんだろうっていうのはやっぱちょっとどうしましょう。大変そうですね。補助技とかも入れたいですもん。補助補助技ね。ファストで攻撃する。あ、いいですね。どっかでアドリブでランク上げ大変だったんだよって入れてください。じゃあやっぱアクションシーンも見ていただきたいんですけど、やっぱキャラクターのゲームのキャラクターが人間がやったらどうなるのかっていうところが一番の見どころだと思う。舞台ならではだと思うので実際動いたらあこうかもしれないねって思わせるようなところを目指してるので、そこも見どころだと思います。あとその僕 CM とかもあのアクション監督させていただいて、主演の松江亮と一緒にこうパッパってつけて、その場でつけてその場でやってくれたんで、松江亮が本当にいかにすごいかっていうのが、は普通だったらその前の日からあのアクションとかやったりするんですけど、めちゃくちゃ短時間でじゃあもう身につけ2、3分で覚えます。うおすごっ。アクションを期待していただいて大丈夫だと思います。そうですね、楽しみですね。はい。はい、ちなみにそのサガシリーズは今までまあ2が一番やってて、2が一番やって、はい。ほう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 。でも今となったらやっぱもうリユニーが一番になってますね。うんうんうん、ずっと、うん、もう出てすぐやってるので。はあ、もうじゃあその初日からログインというか、はい、もうずっとやってます。わあ、すごいな。僕が楽しみにしてるのが、うん、舞台化するじゃないですか。なあ、舞台ガチャ？舞台ガチャとか。うおお。他の理由にの、うん、僕がやる。はいはい。あ、やべ。あ！僕がやる？僕がやるって言いました今ね。お楽しみです。急にトーンが急にトーンが。舞台見に来てください。いやもう絶対行きますね。はい。じゃあ最後に、舞台楽しみにされてる方々にメッセージをお願いします。はい、めちゃくちゃ豪華なキャストでめちゃくちゃ最高の舞台を作りますので、ぜひ舞台は生で見た方が面白いと思いますので、ぜひ劇場に足を運んでいただけますと幸いです。よろしくお願いします。本日のゲストは中村誠二郎さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。